こんにちは。ブロガーそしてフォークシンガーの原慎一です。ニューヨークポスト誌に連載されている新刊ラップトップフロムヘア、地獄からのラップトップの紹介抜粋文を原ブログに翻訳掲載しています。まだご覧になっていない方はぜひお読みください。バイデンファミリーのビジネスの実態がドキュメンタリー小説の形でリアルに浮かび上がっています。選挙不正、選挙犯罪やバイデンの健康問題など、 政権の存在、存続そのものを揺るがすテーマが大きくなってきています。このバイデンファミリーのビジネスもその一つです。不正な金の流れ、しかも中国共産党の一帯一路政策に加担するかのようなバイデン一家の小取引は2020年大統領選挙の前から分かってはいました。しかし、左派メディアに封印、シャットアウトされ、 あまり世に知られずに現在に至っています。この度、ニューヨークポストのコラムニストの手により、ラップトップの E メール記録が小説に起こされ、改めて世論に訴えるチャレンジがなされています。小説の冒頭、導入部が秀逸で、舞台はチェコです。地理的に中国の一帯一路の出口である同国では、 2010年代半ばまでに機関産業やスポーツチームまでを中国が買い取っていました。ヨーロッパはすでに中国マネーに完全に侵食されてしまっている現実をいきなり突きつけられます。それを担当していたのが CEFC という中国のエネルギーコングロマリットの会長、家ジャンミンでした。家は さらに世界の他の場所でも戦略的に重要な資源、産業を抑える任務を負っていましたが、彼と知り合ったイギリス特殊部隊出身の投資家がハンター・バイデンを通じてバイデンファミリーとの橋渡しをするという展開で物語は進んでいきます。2017年の2月にハンターは、訪米市マイアミに滞在していた家と初めて会います。 家は中国での合弁投資会社設立に関して大変魅力的なオファーをし、ちょうど離婚問題で金銭的に窮していたハンターはこれに飛び乗りました。ここで一つ目の問題となる金の流れが発生していますので、小説の補足説明をします。まだ家とハンターとのビジネスが始まる前、最初の出会いから間もなく、家の CFC の関連会社から ハンターのビジネスパートナーの会社へ300万ドルが2回合計600万ドル振り込まれています。日本国内においても疑わしいお金の流れについては当局が目を光らせていることは経理の心得のある方には馴染み深いことと思います。具体的な商品の売買による送金ではない場合にはどんな業務によるものか正当な対価なのかが厳しく問われます。 国際送金も同じです。共和党のロン・ジョンソン上院議員らが情報請求を行い調査を行った結果、問題としてまずはこの CEFC という会社が中国共産党アジェンダを追った会社であることから、ハンター・バイデンの財政上のやりくりは共産主義中国政府と結びついていると報告しています。また、 これらの取引の背後にある真の目的、CEFC からの600万ドルと最終的な受益者は誰であるかが不明であると結論付けています。つまり、何の対価でもない実態のない送金ということになり、これだけでも罪に問われます。あえて推測を述べさせていただきますと、600万ドルはお近づきの印であり、 賄賂に見えますその後、家とハンターとの合弁会社は、例えば、今後共和国に米国の企業が持っていたコバルトの鉱山を中国が買い取る際に使われました。コバルトは電気自動車のバッテリーに使われる重要なレアメタルですから、米国側は中国企業への売却を慎重に検討したことでしょう。その際に、 本県でファイナンスを担当する投資会社は米国資本で、ジョー・バイデン元副大統領のご子息が取締役に名を連ねています。問題ありませんよ。このような形でいいように名前を使われたのではないか。客観的にはそう見えます。二つ目の問題。ここが核心ですが、中国との合弁会社、 合弁投資会社からのお金の一部がジョー・バイデンに流れていたかどうか。ビジネスに参加していたメンバー間の E メールが残っており、ハンターが20、20%、誰それが20、誰それがいくらと配分が決められています。そして最後に、ビッグガイ、大物に10、これはハンターが預かると記されています。 ビッグガイというのはジョー・バイデンのことだと後に罹判して内部告発をしたメンバーが語っています。ここまで証拠も証言も揃っているわけですから、ジョー・バイデンは逃げられないと思うところですが、ビジネスの参加メンバーでありジョーの弟のジム・バイデンは、ジョーはそれについては知らないと 否認すするだけだけと言います実際、ビジネスの場にジョー・バイデンが出てくることは一切ないようになっています。また、ファミリー以外のメンバーがいる場では、ビジネスの詳細は語らないように彼らはしています。一方、ハンターはかなり頻繁に父親のジョーに会いに行っており、ビジネスの詳細を説明し、判断を求めているのだと他のメンバーは見ています。 つまり、ジョー・バイデンがこの取引をどこまで把握していたのか、お金を受け取っていたのかは、ジョー本人とハンターの親子2人しか知らない、そのような図式になっています。マフィアのボスと同じスタイルです。しかし、FBI は微動だに動きません。客観的には明らかなのですが、 ジョー・バイデンを裁判で有罪にできるかといえば、ジョーとハンターの音声会話記録等がなければ決定打にはならなさそうに見えます。ならば、ハンターを取り調べて絞り上げて、ジョーにつなげるべきですが、FBI がそれをやるかは悲しいかな期待薄というのが現実です。サハジャーナリズムも沈黙。保守系は FOX がこれについては積極的に取り上げています。 ただ、それも FBI が動かないのが分かっているからこそ安心して扱っているのでしょう。とすれば、エンターテインメントの力を借りて世に問うしかありません。その意味では、原ブログ、原チャンネルで継続フォローしている映画、我が息子ハンターにも期待したいところです。こちらも制作が佳境に入っていますので、また別の動画でお伝えいたします。 今回は以上です。どうぞ今日も良き一日をチャンネル登録もよろしくお願いします。See you.